トレーサーズのオールカントリー、トレカンについて第2弾、もう少し突っ込んで説明します。はい、ニッコアセットの青い人です。出ましたね、トレーサーズの新ファンド、トレーサーズ MSCI オールカントリーインデックス全世界株式閉じ。はい、そうです。よく耳にする一般的なオールカントリー全世界株式の指数に連動するインデックスファンドです。前回は信託報酬の水準を自慢しちゃいましたけど、今日はその背景もちゃんとお伝えします。基準価格を少しずつ削る感じで日々いただいていく信託報酬って、実は日興アセットが全部もらえるわけじゃありません。お客様との接点の業務を担う販売会社と、資産の保管管理を担う信託銀行と日興アセットの3社で最初に決めた割合で分けするんです。実は3社にとって投資信託から得られる収益は基本的にこれ以外ありません。日興アセットもこの収益で運用業務を行っています。これ以外はいくら投資信託が上がっても下がってしまってもお客様のものです。ある意味とってもガラス張りの金融商品が投資信託なんです。通常はその業務負荷の大きさなどに応じて3社の両立には差があります。でもですね、トレーサーズのオールカントリーでは3社が同じ両立になったんですよ。それも通常最も定率である信託銀行の両立に残る2社が合わせる形で、以上、これがトレーサーズのオールカントリーのコスト水準の背景でした。なんですが、この前も最後に言った通り、コストが一番大事なわけじゃないんですよね。一番大事なのはコストの低さじゃなくて、大元の指数が上がるかどうかなんですよね、はっきり言って。インデックスファンドってS&P 社とか MSCI 社などの指数業者さんが発表する指数にきっちり連動していくことが目的の投資信託じゃないですか。つまり指数が上がってくれない限りお客様にはリターンは生まれません。そこに対して日興アセットは頑張れないんですよね。唯一頑張れるのはさっき言った削るコストの厚さぐらい。つまりインデックス投資って指数頼みなんですよね。各指数の計算ルールが定めた世界頼みなんです。変な言い方ですけど。だからお客様としてはコストが安いファンドだから一番ってすぐに考えない慎重さ、そういうのが大事なんです。すみません、また時間切れです。そこは最後の第3弾でお話しします。